じゃあ最初は記念品ショップに行こうぜ。栄光の風はモンド育ちの俺にとって馴染み深くて、店の名前も気に入ってるんだ。よし、早速行こうぜ。じゃあスライムのゲル手袋はさすがにあるだろう。他の冒険者が使ってるのを見たぜ。どんな天気でも岩壁をしっかりつかめて登れる滑らない手袋。ちょうど昨日売り切れました。昨日売り切れました。人気商品ですので。落ち込むなって。次は鹿狩りに行かないか。もちろん俺のおごりで。たくさん話してお腹も空いただろう。ほら行こうぜ。サラさん、こんにちは。二人分の席は空いてるか。ごめんなさい、今日はお二人への対応はできないかもしれません。今日はお二人への対応はできないかもしれません。え、そんな、誰もいないように見えるけど。その、ちょうどお二人が来る少し前に予約が入りまして、ゲーテホテルにいるスネージナヤの使節団が料理を出してほしいそうなんです。ですので席は空いていますが、厨房は今大忙しで。次はモンドショップに行ってみよう。日常で使える冒険物資が買えるんだ。どうだ、興味あるだろう。行こうぜ。おい、嘘だろ。割引サービスだって。でもこんな幸運なことに出くわすなんて。こんなに運が良かったのは初めてだ。お前が一緒にいてくれたおかげだよな。運がいい人といるとやっぱり違うぜ。でもこんなにいいことがあってもブランシュさんがいなきゃ意味ないよな。少しここで待ってみるか。ブランシュさんが帰ってきたらとことん買ってやろう。めったにないチャンスだからな。ましてや俺みたいなやつにとっては。ブランシュさん遅いな。辛抱も冒険者にとっては必要不可欠な要素だ。焦らない焦らない。もしかしてブランシュさんに何かあったんじゃないか。落ち着け。本日は天休日だっていうお知らせを貼っていたと思うのですが。っていうお知らせを貼っていたと思うのですが。天休日だって。いやいや、そんなの貼られてなかったぞ。それに今日はセールじゃないのか。だからずっと待ってたんだけど。ちょっと見てみますね。おかしいですね。天休日の告知を誰かに剥がされてしまったんでしょうか。それか風に飛ばされてしまったのかもしれません。あなたたちが見たセールは昨日のものなんです。ごめんなさいね。 OK。 俺は城内より城の外の方が詳しいんだ。特にモンド付近はな。まあ冒険者協会の情報部にいるフィッシュルにはかなわないけど。そうだ、タンポポがたくさん生えてる草原を知ってるんだ。俺の冒険に関する知識はほとんど親父たちから教わったんだ。すごいんだぜ。そういえば風の翼は持ってたよな。今日は天気も風速もちょうどいい。風の翼で遊ぼうぜ。ごめん、さすがに俺も驚いた。いいだろう、ちょうど腹が減ってたところだ。ありがたくいただこう。これがお前たちが持ってきた食料か。なんだかちょっと変じゃないか。大丈夫さ、ずっと旅人が持ってたんだ。俺の悪い運は映ってないはずだぜ。そうなのか。まあ今はそんなこと気にしている場合じゃないか。早速食べよう。この味、この食感、腹の中が熱くなって、
ぬと。どうしたんだロイス。ただこの変な料理を食べればきっと気絶するだろう。そしたら俺の不運が消えて救助が駆けつけてくれるかも。大丈夫さ、お前とロイスに迷惑をかけるよりはマシだ。お前が言ったことも分かってる。自分を大切にしろっていうの。でもこれは生死に関わることなんだ。許してくれ。いただきます。今の音は。しまった、全ての出口が塞がれた。もしかして間違ってたのか。もう終わりだ。えへ。痛い。えへ。平気平気、ことない。No! God, please, no! No! No!